ブライトン対アーセナル前半総活いたします。非常に戦術的なお互いの攻防でかなりレベルの高い戦いとなっております。 まずアーセナルが攻撃の時の組み合わせ見たいんですけれども、前回のね、マンチェスターユナイテッド戦から見て取れるように、ペドロが出ていって並列にして、で、センターバック2枚に圧力をかけていくっていう、そういうサッカーで顔が上がらないよねっていう守備なんですけれども、ここでね、アーセナル仕込んできました。アーセナルっていうとね、この左のインサイドハーフがまずここ上がっていって、 で、ここでツートップを作ってっていう、そういうサッカーするんですけれども、そこに加えてですね、ここスペース開くよね。で、ここにティンバーが入ってきて、で、ガブリエウとサリバが3バック作るっていうことをやってきました。でもですね、ミンテはティンバーについていくわけじゃないんで、ガブリエウを抑えますと。で、ペドロとウェルベックはこう閉じ切ってですね、パーティーへのコースを消す。 で、三マがこのホワイトをチェックするんで、アーセナルはもうここの枚数で負けてるっていうことになるんで、前の枚数で勝ってるっていうことになるんでね、それは逆に言うと。なので、蹴ってきました。ここ見てもらったらわかる通り、もここは同数なんでね、も同数イコールトラブルが起きたら勝ちだし、ここで弾き返されたとしても、じゃあここのエリアで見ても勝ちなんでね、枚数としては。 なので、蹴るという合理的な攻め筋見せてきました。特に木を見てですね、パーティーがここから降りてきたりしてですね、ここから坂、キーマンですよね、ドリブラー、ここにつないで、ここからの攻撃を試みていたというのがアーセナルの最初の重要な戦術の局面ですよね。で、一方ですね、ブライトンの攻撃の方なんですけれども、アーセナルは守備ではウーデ号が前に出ていて、 で、これもまたででで、すすね、442作るわけですよで。この時に、ブライトン序盤こそですね、つなげませんでした。もう前が蹴れなくて。で、マンチェスターユナイテッド戦もですね、これで苦しんでましたよね。センターバックがこう広がっていくけど、ここが落ちないのっていうので。 で、なかなかうまくつなげなかったっていうブライトの序盤でした。だからアーセナルがロングボールを蹴ったりだとか、酒井につないで、そこからサイドチェンジしてとかっていうので、序盤はアーセナルが押していたと。 というところで、す。で、途中ですね、ミルナーがちょっと怪我しまして、ハヤリに変わったと。この辺ぐらいからですね、ブライトンの出方が変わってきた。で、どういう出方になったかっていうと、腕が上がってきて、フォフォトゥーの格好になりますけれども、ここのヒンシェルウッドっていう左のサイドバック、ここがですね、中に入ってくると。で、坂がこれについていくわけですよね。 ここスペースができてくると。で、スリバック作りますんで、ここでダンクの顔が上がってスペースができてきて、アーセナルのキーマン、攻撃のクラックが坂であったようにですね、三マがブライトンではキーマンになってますんで、ここにボールが渡るという、この経路ができるんですよね。ヒンシェルウッドが中に入ることで坂が影響されますんで。 っていう、ここのですね、出てきたと。ただ、言うて、退治してるのはホワイトで、マークもタイトですと。そうなったら、三マが今度、裏行ったりとかですね、中央絞ったりして、ペドロとポジションをチェンジしてくると。で、ペドロもまあ、非凡な才能を持ってる選手ですし、上手いし、ドリブルも得意ですし、三マと遜色ないというと、ちょっと公平があるかもしれませんけど、まあ、ここでもうまい選手ですよ。ウィンガーとしても。 で、ペドロに渡るということで、かなりブライトンが追い上げてきた。 ただ、そんな流れの中で、失点をしてしまいました、ブライトンは。で、その状況はですね、シンプルでですね、アーセルが押せ押せモードの序盤からちょっと部が悪くなってきたなっていうところで、まあ普通に蹴ったボールが、長いボールでしたらダンクのところでサカと競り合ってですね、ダンクだいぶ余裕があったし、デュエルで考えたら圧倒的にダンクの方が強いはずなんですけれども、ちょっと集中力変えたのかボールがこぼれまして、 それを坂が即座に拾い直して、で、そのボールこぼれを相方がカバーしようとしたところを間に合わず、裏にボール出されて、キーパー出てきて対処っていうところでループ決められたというですね、まあ、やっぱラインが高い守備、攻撃的な守備してますんで、ここのスペースは広い、例えばこういう押し込まれた状況でのこのミスだったらですね、ここはキーパーが簡単に取れるでしょうし、ゲートはそもそも狭いでしょうから、カバーはすぐできるんですけれども、 失点の場面っていうのはもうハイラインの状況だったんで、そしたらまあキーパーも中盤も到底間に合わないっていう状況で起こしてしまった。まあ、ここはあの高いラインで守備するんだったらね、注意しなきゃいけないポイントだよねっていうところではあるかなと。まず、でもそこは選手たちは適合していくと思います。センターバックも質高いんで。ただ、こっからですね、まだまだ追い上げムード、ブライトンは。 っていうのも、まあ、さっきお伝えしたように、ウーデが前に出てきて4-4-2作る。で、サカに対峙するヒンシェルウッドが中に入る。で、ダンクがそこを外取る。で、これをもう気づいてるわけですよ、アーセナルも。で、ダンクに出たらサカががっつり行ったりとかしてるんですけれども、だけどね、うまいのが、こうやって持ってるときに、キンシェルウッド素晴らしいです。 ここでね、パスを出したらサカが行くっていうの分かってて、で、そこで出されないように触るんですよね、ここでボールを。で、サカの重心を内側に入れて、そっからダイレクトとかで繋いでくる。で、三笘にボールを渡って、ホワイトが来るっていう場面で、ペドロがもうここにね、初期見出して、チャンスのスペースだっていうことを理解して、ここに顔を出して。 で、難なく1列目と2列目を通過して、ボールを前に運んでいくっていう状況まで来てますんで、かなり戦術的でお互い偽サイドバックっていうのがキーにはなっているんだけれども、途中でお伝えした通りですね、アーセナルの方は、坂が キーマンなんですよね坂がキーマンなんだけど内側に入る選手は左のサイドバックだから坂への経路が出るわけではない体格フィードっていうことはできるんですけどガブリエルからだけどもちろん足元でつなぐのに比べたら精度は落ちますし質は落ちる で一方ブライトンの方は三マがクラックなんですけれどもこの三マの後方のヒンシェルウッドが内側に入るってことで思いっきり経路が出るでそこがホワイトが出てきて使えなかったとしてもペドロがそこ補填できるっていう強みがある組み合わせとしての。 っていうのもあるし、他に素晴らしいブライトンの要素としては、ティンバーが中に入ってきたときに、4枚に対して3枚っていうのは、ポジションを正確に取るとこうなるわけですよね。で、両サイドには出せないんだけど、ここに対するゲートはあるはず。で、ここでね、攻撃時はこうなってるわけなんで、ここでパーティーも浮いてりゃ、ティンバーも浮いてるわっていう話になるんですよ。まあ、ライスは上がっていきますけどね。 パーティーは浮いてるわけですよ。だけど、ここでペドロが前列に出て、ツートップの格好を作るところをまた戻ってですね、パーティーを背後で捉えて、もしくはライスが上がらないんだったら、ティンバーを捉えて、で、ウェルベックがもう一方を捉えて、ここで押さえ込んだ状態でプレスアップしていくっていうですね。 で、これに対してセンターバックとゴールキーパーが4バック作るんですけど、これに対しても出ていくし、横パス出したら出ていくしっていうので、かなり質の高いサッカーを見せ始めたブライトンというところで後半、特にね、三笘とペドロのところでいい連携生まれてます。キンシェルウッドも含め。ここで同点弾逆転あり得るんじゃないかなと期待して後半も見守っていきたいと思います。発活以上です。後半総括いたします。スコアでは追いかける展開だったけど、内容としては バート的におせおせムードだったたブライトン後半どうなったかっかていうところなんですけれども、キックオフからね、見えた。お互い、ハーフタイムでどういう声かけがあったかっていうのが。キックオフの場面よくね、見返してほしいんですよ。アーセナルのキックから始まるんですけども、普通にキックオフすると、こういう感じじゃないですか。だけど、アーセナルもキックオフの段階で、こうなってました。こんなイメージ。で、キックオフで、ラヤに下げて、で、バーッとここ出ていって、 で、キーパーパが思いっきり蹴るとでやっぱここら辺でボールをつなぐっていうところからスタートしたんですよね。だからアーセナルの答えとしては、蹴っていこうと、ここで強いんだから、ここの質で勝とうという格好でしたよね。ただそんな流れの中、フェルトマンとライスのところで、ちょっとライスがイエローも出てたんですけれども、遅延行為、妨害行為ありまして、退場になりましたと。 いうことで、10人でサッカーしなきゃいけないよねってなったところでですね、詳しくはハイライト見てほしいんですけど、三マが中央にいたところでですね、おそらくトランジションの流れの中で陣形もぐちゃぐちゃになってたと思うんですけれども、おそらくウェルベックが右流れして、ミンテがこっちいたのかなぁ。で、右サイドからのトランジションで渡っていって、 場面でミトマがいなくなくったススペースをおそらくミンテが取ったと思うんですけどもここでね三マがまたポジション戻るからっていう動きただこの時中央にいた三マに対してサリバかなついててでミンテとミトマがポジションチェンジするような格好になったんですよねでそのタイミングでサリバがついていくホワイトがついていくでここでマークの受け渡しが発生したっていうところでスルーパスが出たいいタイミングで。 で、シュート打ったんですけれども、弾かれて、それをペドロが押し込んで、同点弾というような格好でした。なので、ポジションチェンジによるマークの受け渡しのタイムラグで発生したスペースへのスルーパスですよね。っていう得点でした。で、そこから1枚少なくなったアーセナルが対応しまして、まずですね、トロサールを下げて、 で、カラフィサカを,を,を左に持ってきて、おそらくね、クロッサーとしての役割として、左利きのサカを左に持ってきたと思うんですけども、まあ、サカが出て行ったり、ハーフェルツが引いたりしてですね、53っていう形を基本に守っていたと。 で、もう1点を守りきろうっていう構えですよね。でですね、そこから53に対してブライトンがどう点決めるかっていうのがこの試合の争点になったと思うんですけれども、このヒンシェルウッド、本当後半も素晴らしくて、相手に合わせることが戦術であるべきで、相手がワントップで、例えばヒンシェルウッドが内側に入るって、ワントップに対して2センターバックでもすでに数的ーに取れてるし、必要ないんですよね。 だから、貼っとくべきなんですよね。普通にサイドに。で、ここちょっと個人的に見てたんですけど、ヒンシェルウッド中入らずに貼ってたんで、あ、やっぱ優秀だなっていう、おすすめの選手かなっていう感じです。戦術的に。で、ブライトンの方もメンバーを変えましたね。フェルトマンが怪我したんですよね。で、怪我して、ヒンシェルウッドを右に持ってきて、エスティピニャンを入れたと。 ということで、三マエストピニャンっていうですね、コンビになったんですけども、左サイドが。まあ、三マもここでホワイトを抜こうとしてたし、で、そこにペドロが流れてきて、うまくやろうとしてたっていうところで、惜しい場面だとか、ここ抜けてってコーナーになる場面とかはあったんですけれども、ゴールは割らずというところで、お互い次々メンバーを変えていきます。まず、ウーデゴーを落としまして、マルチネッジ入れたと。 で、ティンバーとジンチェンコを変えて、ジンチェンコが外来て、カラフィオリが中来たと。っていうことと、ブライトンの方は、再三ね、ミトマペドロっていうのでやってたんですけれども、ペドロがサイドに出ていった時に、ミトマがね、中に入っていって、ペドロのパスに対してミトマの顔出しが遅れたっていう直後だったんですけども、まあそれが疲れだったのかどうかわかんないですけど、変わりました。で、アディングラが入って、エンシソがウェルベックと変わっ で、トップがペドロになったのかなで、ミンテが降りて、ラターが入ったのかなこれでお互い全部メンバーチェンジと。 いうところで、ペドロやエンシソがですね、左サイドに顔を出しながら、対峙するマルチレッジをですね、抜いてったり、ワンツーで入ってたりっていう攻撃をメインに作っていってましたね。ただ、効果的ではなかった。なんでかっていうと、当然ですね、もうディフェンスラインっていうのがボックスにかかるぐらいのラインなんですよ。で、ここでですね、例えば、ドリブルで1人1枚剥がして抜いてったって、 で、守備力高いパーティーが中に構えている。で、これを突破したとしても3センターバック構えている。もうシュートコースもなければですね、もうそもそもドリブルで入っていくようなスペースもここないんですよね。だから効果的ではない。じゃあ、どういう攻めが効果的だったかっていうと、例えばサイドでエストピナーアを浮いてますよね。ここへのバック パスからディフェンスラインが前重心になったところで2列目の飛び出し四角からのウイングの飛び出しこれがベストの崩しだったと。 思いますただ、ブライトンはそれしなかったし、サイドでね、こういうスルーパスとかもありましたけれども、だからコーナーこそは取れたんですけれども、このラヤのハイボール処理って相当質高いですし、言わずもがなディフェンスラインの強さっていうのはもう間違いないんで、コーナーでもなかなか厳しいし、ここで抜いてね、クロスを入れたとしても、やっぱりこの3枚とライヤがいるところに飛び込んでいくタイプじゃない、フォー ワードですよねペドロにしろ、エンシストにしろ、どっちでもいいですけども、まあ厳しいのかなっていうところで、陣形をこうやってね、薄めで見てもらえたらわかるんですけど、この三角形じゃないですか。こういう三角形。で、サッカーのコートって四角形なんで、そしたらどこにスペースできますかっていうと、やっぱここの三角形なんですよね。で、ここの三角形のここを使うってなったら、出てくる相手としてはここかここなんですよ。 でここを押さえるとしたら、顔が上がって綺麗に打てるんですよ。で、裏を狙っていきたいわけですよね。だって背が高くないわけだから。高さで勝てないわけだから。で裏を狙っていくためには、ラストのここのスペース残しときたいんですよ。ワン、ツーでドリブルとかで入っていくってことは、ディフェンスラインが下がるっていうこと。で下がるってことは、ここにスペースできるんだけど、そこにはパーティーがいるってこと。そういうことを考えると、ディフェンスラインを逆に上げるように、バックパスから、 裏を狙っって前重心になったとところをやっっっっっぱさっき言たたたたみいいに飛び出しかかから狙っていければよかったのかなとただね、敬遠した気持ちもわかる。なぜなら、放り込んだボールをラヤにキャッチされましたから。キャッチされると、カウンターはね、何回かしましたけども、疲弊した後はカウンター全く狙ってませんでしたけども、だけど時間はなくなるし、ボールを持たれるし、守備から始まるっていうところで、ラヤにね、キャッチされるくらいならっていう気持ちわかるけれども、いや、そこじゃないんですよ。狙うべきポイントはこの辺でいいんです。 この辺で一回起点作ってそっからの折り返しで決める。 こういう構図を描ければベストかなという感じで見守ってましたけれども、なかなか選手頑張ってましたけどね、ビッグチャンスっていうのは作れなかったかなと。そういうビッグチャンスよりもどっちかというと、バレバーがここからミドルシュートを打ったりとかワンツとかっていうですね、まあ中のここの6枚で構えてるところ、この1枚で構えてるところじゃなくて、6枚で構えてるところ、くっそくそうとしてたかなというふうに感じました。ただ、エンシソペドロが頻繁にここに顔を出してたっていうことは事実なんで、やっぱりここに初期を見出した選手が が中にいたっていうことはあるただまあね、そこ徹底できなかったっていうところはあるんですけれども、これね、必ずブライトンのね、新監督が優秀だっていうことはもう分かった。ヒンシェルウッドの使い方だとかですね、見てればわかるし、で、優秀な選手が多い、センターバックも優秀ですよ。バーレバーも優秀ですし、ペドリもエンシソもウェルベックも優秀ですよ。もちろん三マもね。 優秀なので、ここからブライトンが伸びていくっていうことはもう確定。だけど、引き切った相手に点取れるかどうかっていうのは別なんですよ。で、優秀な駒が揃ってはいるんだけれども、その駒っていうのは、高さだとかっていうことじゃない。そう考えると、この裏のスペース、ここを取るってことだし。想像してほしいんですよ。メッシのプレイ。メッシがここでボールを持った時に、ここがガチガチに固められた時に、 メッシはここでもって、後方にドリブルするじゃないですか。で、後方にドリブルするときにラインが下がるんですよね。で、ここからメッシっていうのはここに出しますから。あ対象ですけどで、ジョルディ・アルバがここからこう抜けていきますよね。このラインが上がるのに逆重心でこうで。こういう動きが求められるなっていう頃ですね。今のブライトンには。 ボールはは繋げるはずですよでプレスもいいあとは引いた相手を仕留めきれるかどうか。だけどこういうロジックさえ理解できれば仕留めることができるし、新監督は必ずここ仕込んでくると思う。 まあさっき言ったみたいにメッシュみたいに下げて入れるのかバックパスから入れるのかは分かんないですけれども必ずそれを仕込んでくるレベルにある監督だと思いますんでこれからもプライトを見守っていきたいと思います。後半総括以上です。いいねチャンネル登録よろしくお願いします。次回のライブ配信はマンチェスターユナイテッド対リバプールです。いいねチャンネル登録お願いします。総括以上です。失礼いたします。 Through the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight